宮城県高等学校美術展には、県内75校の生徒が制作した絵画や彫刻など457点が展示されています。今にも動き出しそうな動物たち。宮城の高校2年生、岩佐ひなさんの作品です。陶器で細かいところまで作り込まれています。こちらの和久谷高校2年生、和田京太郎さんの作品は、 女子生徒とアンモナイトがアクリル絵の具やシルクスクリーンなど複数の画材を使って描かれています。会場には自分が制作した作品を見に来る生徒もいました。どうやったらなんかその流流をその迫力ある構図にできるかを考えました。格まで二歩。 こう時間かかってあとこう地道にこうしてきたのかなということで本当に素晴らしいなと思います。発想が面白くて楽しいですね、見ていて。ええ、このうち10点は今年夏に岐阜県で開かれる全国高校総合文化祭に出展されます。この展示会は青葉区の仙台メディアテイクで明後日まで開かれています。